はい、木の実三目です。これはですね、Bluetooth を利用して、スマホとかですね、端末からですね、音を飛ばして、受信して、音を出すスピーカーですね。Bluetooth スピーカーですね。そういうのをちょっと制作してたので、いつもね、お店にね、来ていただいた方とかね、興味ある方には、お持ちになってるね、スマホから、Bluetooth で飛ばして、あと、ここから出てくる音をね、聞いて、どんな出音がするのか、確認してもらったりとかね、そういうふうにして、聞いてもらったりしてるんですけど、あまり動画とかでは、音とかね、あんまり出したことがなかったので、今日はですね、動画でですね、どれぐらいちょっと伝わるのか、ちょっとわかんないですけど、どんな感じでね、皆さんの方にこう聞いてね、いただけるのか、やってみようかなっていうふうに思います。木の種類はですね、一番下と、この上に使ってる木がね、別な木で、この二つをね、接着して一つのね、塊の状態にして作ってます。下に使われている木が、これは岩手県産の栗の木ですね。栗の木のね、ちょっとこう、少しね、老けた感じもありながら、ちょっとこう、朽ちたところとかね、そういうのもある感じの、栗を使ってます。そしてこの上の、この部分は、ブラックウォールナットですね。北米のブラックウォールナットを使ってますね。そして、こっちの上の蓋ですね。これはね、日本の欅ですね。欅のね、ちょっと、なんて言うんでしょうね。少し珍しい感じの、木のね、乗ったところが、あったので、それを、蓋というかね、トップ材として、使ってますね。で、それで、木自体はそういう感じでね、3種類の木が使われてます。サイズ的なところは、ざっくりとした感じで、だいたい40センチくらいの、ところで、あとここが、奥行きが20センチくらい。で、高さが12、3センチ。だいたいそんな感じの、小ぶりなスピーカーになってます。8センチとか、それぐらいのね、大きさのスピーカーが入ってますね。あとは、こちらの方にね、下の底面に15センチくらいあるのかな。ウーハーが一つね、仕込んであって、そういうふうに、それでちょっとね、低音も楽しんでいただければなっていうので、そういう風な感じで作ってますね。全体のこうマスターボリュームですかね。マスターボリュームがこれで、これをゼロにすると、完全に音が消えます。そしてこっちの方が真ん中が、この実際のこのスピーカーですね。スピーカーの音量レベルですね。本当にゼロからマックスまで。そしてあとこっちの一番、左端ですかね。そちらの方がウーハーの、この下にね、仕込んでるウーハーの音量のね、レベルになります。なので、もう完全に、このスピーカーとですね、正面のスピーカーと、このウーハーですね。このウーハーのボリュームがこっちとね、この2つで、独立してるので、もう完全にレベルをそれぞれね、もう好きなように、ウーハーをゼロにして、こちらからの低音だけをね、楽しむっていうこともできるし、あんまりやらないかもしれないですけど、こちらのスピーカーをゼロにして、ウーハーだけの音っていうことも、一応可能なので、完全に独立した、ボリュームのノブに、ね、なってます。はい。じゃあね、早速、ちょっとね、何か、音源の方ね、流してみますんで、聞いていただければいいかなと思います。今、適当に入ってるの。今、これは、iPad があるので、その iPad から、飛ばした音楽ですね。大体今、ウーハーが0で、このスピーカーの方がこの大体、4から5ぐらい、そしてマスターボリュームも4から5ぐらいなところです。マスターボリュームを大きくしてこんな感じですね。ちょっとね、ここからウーハーの方をね、少しずつ、聞かしていきたいと思います。ウーハーが大体今5ぐらいです。またウーハーを0にしてみます。
大体どちらも今マックスに近い8から7、8ぐらいですね。大体マスターボリュームの方が大体5くらいです。マスターで大体8ぐらいです。これも今ウーハーの方はゼロですね。これもねちょっとベースをね、少し大きくしていきます。聞いてもらったようにちょっとこういうジャズみたいな感じだとこうウッドベースみたいなのがあまり強いと少しねこうこもった感じの音だと少しね大きいと音割れするかなと思いますね。これが結構まあ全部8、9ぐらいな音になってます。低音の方を少しね聞かせていきたいと思います。低音を、ね、聞かせていきます。大体5くらいですね。ほらこんな感じです。これも今ウーハーは0です。ちょっと上げてきます。のね、背面がこんな感じになってますね。一応このウーハーの、部屋から直接こう空気がちょっと出てきて抜けが良くなるように穴がね2つ開いてます。そしてあとまあこれが電源でこっちが Bluetooth だけじゃなくてですね LINE ですね、
コードでね接続して、LINE で音をね出すこともできます。まあ、どんな感じでね、実際にこう聞こえてるのかね、感覚的なところがねやっぱこう生で聞くのと、まあ、動画を通してね聞くのとではやっぱ若干ね、っていうかだいぶ感覚的には違うのかなと思うんですけど、それでもまあ動画で どの辺までねこのスピーカーのね、まあ、ポテンシャルというか、まあ一番はやっぱりこのウーハーとこのスピーカーとのこうバランスとかですね、ウーハーを入れた時の、この低音のね鳴りとかですね、まあその辺がある程度ね、まあ確認できたらねまあまあいいのかなっていうふうに思ってます。この2つで、ある程度好きなようにね皆さんの好みによってねバランスを変えながらね楽しんでいってもらえればいいかなと思って作ってみました。木で作ったウッドスピーカーの方を紹介しました。ご視聴ありがとうございます。